ごそごそ。さて、もう一人、おね兄ちゃんに探してもらいましょう。おね兄ちゃん。おや、そこで何をしているんですか？おね兄ちゃん、あのね、今僕のアームズを探してるんだ。でも腕がなくて探せないから手伝ってくれないかな。その、手伝ってもらってばっかでごめんなさい。大丈夫ですよ。そもそも私はあなたに助けてもらった身なので。お、そうだね、じゃあ借りを返してもらおうか。ここぞとばかりにそんな性格じゃないぞ。むしろこちらから手伝わせていただきたいです。ありがとう。じゃあこの箱の中なんだけど。わかりました、お任せください。大丈夫かな。あ、冊子。あ、これはもしかして、もしかしなくても、これは、うわぁ、うわぁ。ちょっとこれはどうしようね。なんか注意喚起しておかないとまずいですね。弟さんの腕ですね。うわぁ、溶け始めているようです。放置しすぎたか。うわ、デロデロだ。えぐい、その傷だけじゃなくて、溶けてる。なんというか、その、仕方ないよ。でもどうしてこんなところに入れられていたんだろう。変なの。4番目の方の仕業でしょうか。お兄さんの足も隠していたようですし、確信できる証拠ないですけど。とりあえず、お兄ちゃん、手伝ってくれてありがとう。はい。じゃあ私も何か方法を探してみますね。おね兄ちゃんいい人。さて、これでもう一つエンディングへ行けるらしいけども、ここでの派生は、あ、やっちまった。仕方ねえ、もう一周やり直すか裏で。なんかね、トゥルーエンドはね、ちょっと今まで見てきたうちのとあるルートから派生するらしいんですよ。どうだ、何か成果あったか。あのね、僕の腕はあったんだけど、溶けかけてた。おいおいおい、マジか。溶けちまうとくっつかなくなっちまう。急いで溶けかけのやつ持ってこい。まだ大丈夫なの？ないことには何もできねえだろ。とりあえず持ってこい。話はそれからだ。分かった、おね兄ちゃんに頼んで持ってくる。あれ？おね兄ちゃんを先に呼んでこないとダメなんだね。でもここで呼んでこないといけないってことは、呼びに行ってる最中に何かありそうな。目玉さん、あれ、目玉さんがここにいるの珍しいね。あとおね兄ちゃんもどうしたの？あ、どうも弟さん、実は私気になることがありまして。目玉さんに聞いてるんですが、すぐ黙るんですよ。てん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 、この通り黙秘するんです。否定するわけじゃないのですが、肯定するわけでもなく、困りました。何を聞きたいの？4番目の方のことについてです。私が主に4番目の方は目玉さんのことだと思います。ピンポン。目玉さんが4番目？まあ半分当たりだな。でもおかしくない？この姿じゃ。弟さん、姿がおかしいのは私も一緒ですよ。あ、言われてみれば他派一本取られた。でも目玉さんは僕らと同じ姿じゃないよ。私たちとは違う姿のものとくっついたと考えたらわかりますか？僕らと違う姿で他にくっつく、もしかして監視とくっついたってこと？そんな、まさか。目玉さん、私にはともかく弟さんには必要あると思いますよ。彼女が3番目が見た4番目のことがあなたで間違いないのであれば、なぜ彼らの体を隠したのでしょうか。その前に
どうして奪ったのですか？目玉さん、本当に、本当に僕らの目玉を隠したのは間違いだよ。手足を隠したのは目玉さんなの？だったら、知りたいな。あ、目線がなんか変わった。確かに、隠したのは、私たちです。しかし、指示をしたのは、2番目です。2番目、お姉様のことですね。なぜそんな指示を？もともと5番目と6番目を、同時に殺してほしいと、言われました。理由は、ママに会わせないため。ママに会わせないため？なんで？それだとおかしいことがありますよ。それならなぜ人思いに殺さなかったのか。4番目と融合した今の私は、手足を少しずつちぎることができる程度です。なので、少しずつちぎっていって、同時に殺す予定でした。しかし、逆になぶり殺しで痛々しいわ。隠し場所がバレてしまったようですね。お姉ちゃんが目玉さんに言ったんだね。お姉ちゃんにちゃんと聞いてくるよ。じゃないと今の僕納得できない。納得は全てに優先される。僕はお兄ちゃんとママに会いに行くって約束したから。ああ、弟さん待ってください。私も行きます。早い早い。目玉さん、その瞳は、ああ、それが幸せとは限らないよ。監視、やべ、セーブしてない。こんな時に監視が来るなんて。弟さん、一旦落ち着きましょう。ビークールビークール。とりあえずどこか部屋に隠れるべきです。うん、そうだね。右の部屋。ああ、ダメだ。早くあちらに逃げましょう。左へゴー。カーソルは押しっぱなし。でもこれは自動的に進んでるかな。あ、下行った。地図の方行ったかな。あれ、幕が何これ、塞がってる。種さんも何が起きてるのでしょう。奥の部屋なら空いてるかもしれません。奥の方へ行ってみましょう。うん、もしかして眠いですか？でしたらここにいるのは危険です。うん、でもお兄ちゃんと私は監視が現れないように見張っています。弟さんは早く奥の部屋へ避難してください。うん、わかった。お兄ちゃんだけじゃなく、あ、なんかゆっくりゆっくりになってる。奥の方から何やら漏れてますね。何も起きてなければ良いのですが、なんだか胸騒ぎがします。私はここを見張っているので、弟さんは以下略。このゆっくりがまた恐怖心をかきたてる。種さんには何を言っても何も言ってくれない。そしてだいぶなんかザブザブしてるね。雨が降ってるわけじゃないのに、そしてすげえ遅くなってる。うおー、なんか聞けるか。5番目の子は双子だったけれど、私の体はもう2人も抱えられない。せめて2人一緒にバイバイ。こんな感じの別ルートでも見たね。いけるか。うおお、重いぜ。重いわけじゃないのに、なんかカーソルを持つこの手が重く感じる。え、監視に首をかけられてる。これはお兄ちゃん。うわあ、そりゃそんな目になるわ。うわあ、絶望しかないエンドか。普通だったらね、ゲームオーバーになりそうな感じだけども、このルートはこれで終わりなんですよね。さて、エンドを3つ見たわけですけども、トゥルーエンドがあるらしいので、そちらを次はやっていきましょう。あー、これまさにさね、摘出してね、オペ台のとこに載せるあれじゃないですか。さて、間違えてセーブしちゃったので裏で最初から、復元します。